ともみです。今日はですね、私の友達の富津にあります酒屋さんに来てます。でこちらはですね、今から230年前にできた酒蔵さんなんです。東海盛り小泉酒造さんです。では皆さん紹介しますから、来て来て。大吟醸東海盛り全国新酒鑑評会金賞、12年連続入賞で、うち10回が金賞受賞している酒屋さんなんですよ。とっても素晴らしいですよ。じゃあちょっと入ってみましょう。はい、こちらです。お邪魔します。店内はこのようにたくさんの試飲コーナーがあります。こちらはお酒作りは米作りからをモットーにしているらしく、お米から皆さんで栽培してお酒の一部にしてるみたいです。それでは飲んでみましょう。これですね、こちらが金賞を受賞した東海盛りですね。ちょっと試飲してみます。こちらが一押しとのことで、いただきます。なんていうんですか、これワインを思わせるような香りがちょっとしますね。それではこちらのもう一つ、純米大吟醸。この純米大吟醸はお米とお水だけからできてるんですよね。いただきます。うん、シコン美味しいです。いっぱいありますね。なんかこっちにもいっぱいあるんですけど、こちらが今月のおすすめ、冷やおろし純米吟醸黄身サラズ。ラベルも可愛いですね。これは今月のおすすめというだけあって、あ、私これ好きかも。アルコール度数は16度ですけど、すっきりとした味わいでございます。こちらが食の千葉一品発掘2022年に銅賞で選ばれた東海のつぶすけです。このお酒はですね、アルコールでは初めてということで、つぶすけさんを飲んでみます。うん、なんかどれもすごくすっきりしてて飲みやすいですね。こちらのお酒、純米吟醸のブラン、これとこちらのお酒、純米吟醸のトム、これはフッツの魚介類がとっても美味しいから、フッツの魚介類に合わせて開発した低アルコールのお酒だそうです。ちょっと飲んでみますね。やっぱフッツは西貝、青ヤギ、アサリ、そしてメバルとかアジとか魚介類美味しいですよね。いただきます。あ、美味しい。これも美味しい。こっちはどうですか。ポム、ポムって名前が可愛いですね。なんかこんなに試飲して大丈夫でしょうかって。でもいっぱいこの試飲コーナーがあります。それじゃあいただきます。うん、これは白身魚にすごく合いますね。こっちは貝類とかにも合います。そして続いて、女の人が好きそうな梅酒のリキュール、桃のお酒。一瓶に2個以上桃の果実が入ってるらしいですよ。いただきます。あ、低アルコールなのでお酒が弱い人でもおすすめです。キンキンに冷やして飲むと美味しいみたい。あ、生酒私生酒大好きで、濁り酒が大好きで、新米からできてるお酒なんですよね。濁り酒好きなんですよ。なんか昔懐かしいドブロクのようなちょっと香りがします。とっても美味しいです。うん、私これも大好き。それじゃあこの中で試飲した中で私の好きなやつを買って帰ります。見てください、このお酒の種類たくさんあります。こちらはお土産売り場、こ
このちりめんとか美味しそうですね。あ、これ美味しそう。たらこ昆布、これ買って帰ろう。このようにお酒のあてもたくさんあります。これあつしさんが美味しいって言ってたやつですね。東海酒まんじゅう、これ美味しそう。あの日本酒とあんこってすごく合うんですよね。私大好きなの。これちょっとなんか金ごまいわし、ちょっとこれ買って帰ります。なんか素敵な巾着だったりいろいろありますね。かわいい、あ、かわいい布だ。風呂敷ですね。うん、こういう和風のものやこちらにも、あら、これかわいいですね。あ、これが酒袋、これ酒袋らしいです。これがお酒を絞るときに使用していた綿の布だそうです。へー、これでこのようなバッグを作ったりするんですね。うん、あ、なんかこれ、あ、これなんか合いますね。あれ、この絶品甘酒試飲できるんですか？ありがとうございます。こちらはすごいですね。いろんなお酒を飲めて甘酒まで試飲できます。甘酒はあのアルコール入ってないんですよね。アルコールは飛ばしてますので、ゼロになってます。はい、飛ばしてる。はい、はい、あ、そうなんだ。あ、おいしい。これはなんか生姜の搾り汁も入ってます。あ、それで、うん、なんかこう香りが、はい、あ、でここは大吟醸のソフトクリームも売ってるんですか？そうですね。はい、こちらが大吟醸入りソフトクリームです。うん、おいしい。ほんのり日本酒の匂いがしますけれども全然気にならない。逆にこの香りが癖になるって感じですね。美味しいです。今日は一番人気の東海盛りを買いました。そしてお酒のおつまみも買いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、新米小銭から2号です。あ、新米いただきました。全国新酒鑑評会金賞受賞、東海盛り。ここでお知らせ。2023年9月30日土曜日の9時から12時まで富津海水浴場下津漁港にて富津シーサイドマルシェを開催いたします。小泉酒造さんはこちらのイベントにて日本酒の試飲販売をいたします。いろいろなイベントもあります。江戸前のりすき体験、マグロの解体ショー、浜焼きスペースなどあるみたいですよ。皆さん食欲の秋、そしておいしいお酒においしいオイスター、のりなど富津を堪能しましょう。そしてそして10月13日18時30分から20時まで紀密ハミルトンホテルカズさんにて紀密の地酒祭りを開催いたします。50種類以上の地酒に加えウイスキーやミードも試飲できます。楽しみですね。来場特典としてはオリジナルおチョコがもらえます。試飲用のおチョコらしいです。私も行ってみたいななんて思ってます。それでは